はい、ブンカラです。今回もやっていきまーす。よいしょ。じゃあ今回も、あ、夜だ、寝よう。今回はですね、またちょっと面白いものを作っていらっしゃる方がいたので、ちょっとそれを参考にまた作っていきたいと思います。よっ。お、このやるか。ほい。あ、どこ行った。あ、上にいる。どうしよう。負けぬ。ほい、ほい、ほい、ほい。落とさない。さあ、気を取り直していこう。前回このサトウキビの収穫の施設を作ったんですけども、うん、取れてますね。じゃあ今回はまたちょっと違うものを作っていきたいと思います。ちょっとこの辺をまずきれいにして、じゃあ今回はかぼちゃとスイカの収穫の施設を作りたいと思います。よいしょ。まず2個開けて、よいしょ。よいしょ。まずこんな風に開けて、チェストを置いて、ホッパーを置くと。これはね、ウィキにも、作り方が載ってるんで、また見てください。よいしょ。ここが1段だから。よいしょ。うん、こんな感じかな。じゃあチェストを置いて、ホッパーを設置してやると。よいしょ。うん、いい感じだな。じゃあ次の工程に入ります。じゃあ次に、線路を引いていきます。よいしょ。でここをレッドストーンブロックにして、上にパワードレールを置くと。よいしょ。うん、じゃあこっちも同じように。よいしょ。ここ穴開けて、レッドストーンブロック置いて、パワードレールを置いて、こうだね。よし、ここまでは完成だ。じゃあ次にこのホッパーの横、この真ん中に土をこう置いてやると。うん。で、こういう風に引いて、2段。で、ここにも置いて、ここにも置いて、間違えた。ここにも置いて、ここをこうつなげてやると。で、この中に、よいしょ、水を入れると。じゃあ、ここを埋めていきまーす。よいしょ、埋めました。よいしょ。そしたら次に、あ、持ってくるの忘れた。粘着ピストンがいります。ちょっと持っていきまーす。じゃあ、ついでに、作り方をやっておきましょう。まず何でもいいので木材を並べます。で、真ん中に鉄を置いて、この左右に丸石を置いてやって、最後にレッドストーンを置くと。これが8個いります。今回3、4、5、はい、これで8個用意できました。次にこのピストンの上にスライムボールを置いてやると、粘着ピストンって言ってブロックを動かしてくれるピストンになりますね。よし、じゃあ粘着ピストンをこの上にこういう風に並べます。その後にこの土を 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4。 おお。よいしょ。こんな感じかな。じゃあ反対側も同じように。おお、おお。よし、こんな風に並べます。うん、いい感じだね。いい感じじゃないね。いい感じだね。よし。あ、夜になる。ちょっと寝ます。まだガラスあったかな。お、あったあった。
よいしょ、ついでに作っていこう。ガラスを3つ並べて、ネザー水晶を3つ並べて、木材のハーフブロック並べて、日照センサー、これも作っておきましょう。よし。さあ、そしたらここから1、2個開けたところ、1、2、3、1、1、2、3、1で掘って掘ってじゃない、耕して種を植えておくと、たらここを土で囲う。あー、これ土じゃない方がいいな。いや、土でもいいんだけど、一応木材を持ってきたんで木材でやろう。ちょっとこの辺もね、後で木材に変えておきます。あら、罠罠に引っかかったよ。よし、うん、これで OK かな。よし、あ、ここも変えとこ。よし、じゃあそしたらここに1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3っていうのを作って、よいしょ、真ん中にレッドストーンを引いて、リピーターコンパレーターで、こっちに向けてまたリピーターを置いて、あ、間違えた、次に逆を向いてリピーターを置くと、でここをレッドストーンでつなげてやると。で日照センサーっていうもの、さっき作った日照センサーをここに置いてやると、そしたらこういう風に動きます。今これ晴れてるんで、晴れてるっていうか日が出ているので、こういう風に作動してるわけですね。なのでここを右クリックでコンパレーターを減算モードにしてやって、これを2回、3回遅延させてやると。うん、これで一応完成かな。よし、じゃあついでに、まだ昼間だし実がなってないのでと思ったが、ここにブロックがいりますよし、あ、でもこれ分かりにくいかな。骨をクラフトしてできた骨粉を巻いてやろう。これでね、作物が一気に育ちます。よし、これで OK だな。じゃあ今のうちにこの辺直してしまおう。よいしょ、あと湧き潰しもしてないと湧いちゃいます。さあ、一応囲うことができました。まあ朝になったら日照センサーが作動して、このピストンが動いて、これがアイテム化して、これがアイテム化して、このホッパー付きトロッコが拾って、この下に流してくれるという感じですね。よし、じゃあ今日はここで寝たいと思います。まあ成功していればさっき言ったように動くと思います。ここで寝たらあれだな。よいしょ、じゃあここで寝たいと思います。豆腐ハウスでおやすみなさい。おはよう。あー、できた。そうそう、いい感じ。今ね、2個ここにかぼちゃがあったんですけど、うまくいってればこの中に入っているはずです。ドン、こんな感じで、収穫してくれるというわけですね。すごいね、これ考えた人もね。いやー、でね、かぼちゃとかスイカっていうのはもう一回植えてしまえばもうそのままほっとくだけでいいんで、ここで永遠に回収してくれることであろうと思います。で、本来ならばこのトロッコの音が聞こえるはずなんですが、ちょっと今聞こえないので、作られるときは家の近くに作らないことをお勧めします。正直ガラ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 うるさいです。さあ、今回は、スイカとかぼちゃの収穫施設の作成でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。